本部を置いていてた中華民国の私立大学である。1919年に設置され、1952年に廃止された。当時のキャンパス1952年、中華人民共和国政府により解体された。遠京大学は1919 19年に、英米系の教会学校3校が合併し、設立された。アメリカ司法に買収されたことにより、 アメリカ大使館と同様の処遇を受けた。そのため、日中戦争開戦下でも日本軍は大学校内に踏み入れなかった。ここではアメリカンジャズが鳴り響き、欧米人教員らと中国人学生たちはジャズを踊り、学問の自由を謳歌した。1942年の日米海戦で影響を受けるが、1945年の日本敗戦により復帰。 1952年に再編に伴い、解体された。米両国の教会が北京に設置した、教会学校3校を前身とする。気分大学から1870年、アメリカメソジスト監督協会が設置した学校。開校当初は高市内部所理所院と称された。河北共和女子大学から1864年、開校。 通州共和大学から1867年、開校。当初は、小理会、川書院と称された。1919年、気分大学、河北共和女子大学及び通州共和大学が合併し、遠京大学が設立され、南京で勤両進学院で司教を務めていたジョン・スチュワートが校長に任命された。1921年、スチュワートは、米国で、 タイム社を経営するヘンリー・ルース及びアルコア社の寄付を獲得し、北京市郊外の皇族庭園を買収、中国最大のキャンパスを建設、1926年に新キャンパスに転し、神学部、法学部、医学部及び文学部、理学部の専門学科を設置した。1928年、チャールズ・マーティン・ホールらの出資を受け、姉妹校である、 ハーバード大学と遠鏡大学の共同で、ハーバード遠鏡研究所を設置した。1941年、太平洋戦争が勃発、開戦直後、日本軍が大学校内に突入占領し、大学は閉鎖された。1942年、四川省生徒市に臨時学校が設立され授業を再開する。1945年、日本の敗戦に伴い、北平市に復帰。 翌年には、生徒の臨時学校より教員及び学生が復学し、合わせて工学部が設置された。1951年、中華人民共和国成立後に国立化。1952年には、大学教育機関再編に伴い、大部分は北京大学に、校歌は聖火大学、社会科学類は中国人民大学で継承され、校舎は北京大学に移管された。 ジョン・レイトン・スチュアート、1920年から1945年、クレガ・ミナリガは、1929年から1934年陸士、イ、1934年から1941年前板から、1942年から1945年陸士、イ、1945年から1949年、王一人県、 1949年から1952年、ありがとうございます。